はいどうもジュリアスです。ライダーズリパブリックやっていきましょう。なかなかね、日焼けした跡が残ってていい形の肌の色ですね。いい形のっていうのもおかしいけどライダーズリパブリックのね、このタイヤのとこに書いてあるロゴかっこいいな。アドベンチャーバイクですよ、これは。なかなかね、ドアアップって結構取りにくいんですよね。倍率を上げるみたいなのがないから、寄れるだけ寄るって取るしかないんですけど、このライダーズリパブリックのフォトモードにおいてはね、ドアアップの写真も撮りたいっちゃ撮りたいんですけどね。またまたね、アップデートで増えてくれたらいいですね、フォトモードの充実。さて、今回はですね、衝突しないマスレースを戦っていこうかなと。今までね、やっぱマスレースといえば、衝突、コリジョンが発生して吹き飛ばされるっていうのが常でしたけど、今回はそれがなくて、しかも同じギア全員使えるんで、言い訳不要という言い訳無用というか、実力でね、何位になれるかっていう感じですね。いや、負けてもね、いや、あそこ当てられたからとかね、そんな言い訳は通じませんよ。今回は、完全実力勝負ということでね。まあ、運もありますけどね、自分がこう、決めたライン通り飛べるかどうかっていうのと、着地際のね、あれもありますけど、なかなかね、楽しそう。まあ、だから全員ゴーストと戦うみたいなイメージですよね。周りはいるけど、そのまま走れるから、前が見れないっていうことはあるかもしれないですね。先が見えなかったっていうのは。まあ、それにしてもね、実験的なものなんでね、こう、いろいろ試して、フィードバックをして、どんどんね、ゲームを改善してもらいましょう。タイヤが止まってんのに回ってんねんな、車輪は。あ、車輪も止まった。毎回サマーチルマスレースとは限らんねんな。スペシャルマスレースとしてサマーチルマスレースが開催されてるねんな。テトンバーンアウトスペシャルマスレースサマーチルで気軽に楽しもう。衝突が向こう、全員同じギアを準備してるので、いや、スペシャルマスレースとして開催されるんですね。なんか普通のマスレースにも参加しちゃったけどさあれ当たるやんって思ってたけど、おお、当たらん当たらん当たらねえぞお前たちけどまあまあ前が見にくいっていうのはあるな、こんだけ人がいたらさ。そこは変わらずっていう感じですね。いや、でもマスレースの雰囲気は味わえてるな今んところやけどさ早いぞみんな、おかしいな、どこにもぶつかってないはずやのに。おお、新鮮新鮮快適に走れてるマスレースがある。おお、わお、君カクカクしてるね。おおこれ当たってたらダメやな。えいえい、おおOh no! いや、みんなさすがに速いな。ぶつからんから早く行けるわと思ったけど、みんな条件は一緒やからな。それは相手も速くなるわ。ほら、どんどん抜いていくぞ。抜かれていくぞの間違いやけど。だあ、行くぜい。9位か。なかなか追いつけないぞ。あぶね。ファイナルストレッチ。わあ、これか。超苦手。超苦手。いや、来た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 。制御できんのよ、マジで。これだけは。まっすぐ走ればいいだけと言うけどさ。ウィナー！まっすぐしか走れんのよ。制御は全く効かんから。ブレーキで制御するしかないんか、これ。
14位。いやいやいや、このバイク、ロケットバイクだけは難しいわ。何度やってもなれん。Good effort! Good effort! いや、新鮮やな、確かに。衝突しないマスレースは。Another round aced! セカンドラウンドはマンモスレイダーか。リラックスしながらライドを楽しめる。確かに。確かにか。リラックスはできんけど。よし、この視点で行こう。すげえ爽快やな。ライダーたちが並んでる。あ、ちょっと魚眼っぽいねんな、これ。自分視点やと。おー、イエー。息遣いがね、これ聞こえてくるんですよね。自分視点やと。ルチャリブレには負けない。このね、メキシコのレスラー。ルチャリブレ。おー、すり抜ける、すり抜ける。いやー、難しい。オラオラ抜かしていくぜ。先など見えとらん。おお、そうやな、いつもやったらあそこで右に押し出されるところやもんな。いやー、新鮮新鮮。こんだけ人数いて衝突しないなんてシャマチル。うーふふー、いやー、ありですね、これは。14位がやっぱお似合いっぽいな、値には。14位から、おー、びっくりした。あれ、なぜ抜かれる。これ雪の上の方が速いはずやねんけど、一瞬だけなんかな、加速すんの。いやー、オーノー。おう、盛大に飛んでいく。おうおうおう、15位、現在15位。いや、やっぱ衝突せえへんからさ、みんな落ちてけへんな。誰もさ、クラッシュして順位が下がってこへんな。単純に自分のやっぱ実力になっちゃうな。マスレースとは本来どっちであるべきなんや。でもストレスがない、快適な、確かにエンジョイできるっていう意味では、このサマーチルマスレースはありですね。伸び伸びいってるもんな、確かに。楽しいっちゃ楽しいな。景色見ながら走んのも。悪くないぞ。全然抜かせへんね、やっぱり。激しい争いがない分、淡々とレースをこなすって感じじゃない。まあ普通のバイクレースとかそうか、接触とかないもんな、基本的には。接触しないようにな、ロードレースは行くから。そういうもんなんか。100ポイントです。ちょうど狙ってたのかどうかは定かではないけど。デザートブルーム、リバース。いやー、景色が爽快やな。お、ポテチバッグ背負ってる人おるやん。なんか変な感じやな、ちょっと違和感はあるな。今まで散々ぶつかってきてたからさ。違和感はあるけど操作感に支障はない。まあでもレースゲームでやっぱ衝突しないっていうのは相当珍しいよな、そう考えると。まあライダーズリパブリックの場合はちょっと当たっただけでクラッシュっていうわけじゃないから、バーンバーンって横に跳ねるっていうのが何回も繰り返されるっていうのがちょっと
まあ、挙動としてはリアルじゃなかったのかなっていうところがあるけど、普通はね、確かに接触したらレースゲームっていうものはみんな当たりますからね。考えちゃ普通っちゃ普通やってんけどな。やっぱコースがさ狭いと押し出されるっていうのが一つ問題としてあったんじゃないかな。このやっぱチェッカーフラッグをさ渡らないと、道こんなな広い大地やのにそこを渡らなあかんから、押し出された時に、うわー危ない、押し出された時に、まあ、コース外に行っちゃうっていうのと、何回も衝突し続けて隣同士で、それがあれだったんでしょうね。みんながなんかストレスと思ってた一員って感じはするな。いえ、こんな快適なマスレース走っちゃっていいんやろうか。いや確かに景色を楽しむ余裕があんねんな。このライン取りをさ刺して気にしなくていいからねえ。イヤッホー、おお、自分の行きたいラインが取れるからな。おうにょそんな考えてたら18位でした。いや快適快適、これは日課にできるぐらい散歩コースみたいな感じやな。いいね、気持ちいいな走ってて、これはいいわ。単純にこうスプリントレースって感じやね、時間で決まる。いやでも前が全然落ちてこない。抜きにくいっていうのはあるな、やっぱりクラッシュしてガーって順位が入れ替わるっていう、その今までの醍醐味がない気がしますね。まあ実験ですからね、皆さんがこれをどっちと判断するかって感じでしょうね。私としてはスペシャルマスレースとして残すのはありなのかなっていう感じはしてくるな、これは。毎回これ、まあ慣れたらそうでもないんやけど、今までの違和感がちょっとありますね。こう熾烈な争い、まあ1位2位はあんま関係ないでしょうけど、それ以下が熾烈な争いをするっていうのがなくなったかな。いやーサマーチルマスレース楽しかったな。なんか普通にライダーズリパブリックを楽しんだって感じでしたね、これは。日光浴でも楽しもうぜ。ということで今回はサマーチルマスレース、衝突しないマスレースですね。多分30分の方かな、00分じゃなくて30分の方にスペシャルマスレースとして登場しますね。通常のマスレースもまあ別では開催されてるっていう感じでしたね。この衝突しないマスレースかなり新鮮で、なんか景色を楽しみながらサイクリング感覚で実はレースしてるっていう感覚に私は陥りましたね。まあちょっと自分視点で結構プレイしたっていうのもあるんですけど、うん、快適は快適ですね。ただそのレースで争って順位をめっちゃ抜かしたっていう気分には、気分っていうか実際にあんまり抜かすっていうこと、場面が少なかったですね。もう最初の方のリードでだいたい決まっていく。あとはもうそのマイペースですからね、みんな全員。そのペースでだいたい順位が決まっちゃうって感じですね。自分がね、どっかにぶつかったりしない限り順位が落ちることってもうあんまないから、一人二人に抜かれたりすることは、まあライン取りとかであるとは思うんですけど、順位変動がないってっていうのがちょっと今までと感覚違いましたね。だからこれはこれで楽しいマスレースっていう感じなんじゃないかな。全部がこれになるとその順位争いがあんまり発生しないのかなって思っちゃいますね。だいたい他のレースゲームでもまあ当たったらねクラッシュしますからね。そう考えるとちょっと違和感は覚えたけど楽しいからありかなっていう感じ。だから全部がというより私的、個人的には、スペシャルマスレースとして、こう一つの形として残るのが面白いのかなっていう感じをしましたね。でもね、まあ、これは皆さんの相違で決まることなんでね、いろんな意見をね、UBI ソフトさんにあげて、ライダーズリパブリックのね、どんどん改善してもらいましょう。ということでまた次回お会いしましょう。それではまた。